Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ラブです。今日はですね、じゃん、こちら、このクロス、何かご存知でしょうか？これがですね、この箱に入ってきたんですけども、アフタースパっていうところの、なんて名前？なんか名前書いてないの？あ、マジックメイクアップリムーバーです。はい、なので、このクロスを濡らしてですね、絞って、キュッキュッキュッとやるだけでどんなメイクも落ちるって書いてあるので、本当にどこまで落ちるのかと気になったので、先月頼んで、iHerb から取り寄せてみました。なのでさっきこのメイクやったばっかりなんですけども、今からジムに行きたいので、あんまりこんな濃いメイクではあれなので、せっかくなので動画にしてこちらどんだけ取れるかを一緒に見ていきたいと思います。これね、初め来たばっかりで、まずは洗濯機で洗ってからの方がいいらしいので、それで乾かしたところで今終わってます。まだ1回も私実は使っていなくて。で、ちょっと商品説明。こちら、ショッキングピンクとこのブラックの2種類があって、小さいサイズとこれぐらいのサイズと2個あります。で、私のこれで、600円ぐらいなので、本当にこれで取れるのであればとっても経済的だなと思ったんですけれども、まあこれ使うために毎回洗濯機で洗わなくちゃいけないというか、洗ってくださいって書いているので、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけれども、まあ手洗いすればいいんじゃないのって感じなんだけど、毎回使う前にマジッククロスを塗る前に濡らしてメイクを完全に落とします。使用後は毎回洗濯機で洗濯することで、新品同様のマジッククロスを再び使うことができます。マジッククロスは数回再利用が可能です。数回？数回だけなの？何も書いてないけど、まあとりあえずやってみましょうか。はい、では準備します。このメイク、さっきほんとやったばっかりで、動画一応撮ったんだけど、ボツになるかもしれないので、わかんないんだけど、ボツになってなかったらリンクを貼っておきますので、ぜひこのメイク興味ある方はそちらの動画を見てください。よし、こんな感じでいいですかね。ちょっとね、ここにここに洗面器、ぬるま湯入れた洗面器を用意してきてるんだけども、ちょっと待って。今日はね、かなり濃いめのしっかりとフェンティのファンデーションもつけて、パウダーもつけて、クリームのコントアやって、チークやってって感じ。取れにくい、一応取れにくいって言われてるマスカラじゃなくてアイライナーもやっているので、よいしょ。まあいつもよりは濃いメイクっていう感じです。でも私何もウォータープルーフのやつは使ってません。はい、ちょっとで見てわかるかな、こっちとこっち、こっちの方が毛が長い感じ、こっちの方が短いので、短いやつからやってたような気がするので、半分ずついきましょうかね。まず目からいこうかな、やっぱり分かりやすいので。あ、軽く本当に軽くやっただけで、ブルーのところとか、あ、取れた。ほら、このポロポロ見えるかな、アイラインとかマスカラとかが。これね、ちょっとカメラではすごい皮膚を引っ張ってる感じに見えるけど、そんな全然力入れてないです。お、取れた。眉もふわっとやって取れました。ほう、これでもあんまり固く絞らない方がいいかも。固すぎるとすぐになんか肌に硬く感じるので、これ薬品とかついてないので、この目の際とか拭きやすくていいかな。どうでしょう、これで半眼すごい時短になるけどいいね。どうでしょう、ほんとたったの1分ぐらいで半分全部すっきり。すごい。ちょっと写真撮ろう。ではちょっともうちょっと濡らして、もう片方もいきたいと思います。よいしょ。ほんとこのアイメイクがさささっと取れる。やっぱりあんまりアイメイクウォータープルーフとかやっててすっごいこする、まあそんなに私もこすってないんだけど、やっぱり摩擦が嫌だって気になる人はポイントメイクのねリムーバーをやってからこれやってもいいかなと思います。ほんと水でさっと拭いてるっていう感じ。はあ、めっちゃ早くない？こんな感じ。あんなに濃いファンデーションしてたのに。ではこの長い毛の方で、あんまりこの毛の長さの違いはよくわかんないけど、肌の上では取れました。はい、完璧に取れてるかと思います。はあ、すごいね。これで鼻のブツブツとかずっと気になってたから、これ取れてくれたらめっちゃ嬉しいんだけどな。これはちょっと様子を見てまた報告したいと思います。うん、最近このねニキビとかもすごいから。はい、ではもうすぐに、まあ水、今はこの水で水分ある感じだけど、すぐこれは乾いちゃうと顔はカピカピしちゃうのでスキンケアしたいと思います。はい、というわけでちょっとスキンケアパパパッとして保湿してきました。ですね、まあ最終的な私のレビューの意見なんですけども、こちらのアフタースパめっちゃ取れると思います。本当にたった数分のことで全部濃いめのメイクが綺麗に取れたので驚きました、実際。うん、まあおすすめは私はすごいできるなと思うんですけども、残念だなって思うのがこの黒の粉がちょっとね残る。それがちょっと化粧水とか塗ってる時にポロポロってするので、まあ、これは洗濯機を何回もしていく、まあ、使っていくうちになくなるとは思うんですけども、初めのうちはちょっと出る感じがします。あとはなんだろう、まあ、毎回洗濯機にかけないといけないっていうところが、まあ、ちょっと面倒くさいっていう感じですかね。でもこんなに取れるとは思っていなかったので、まあ、600円でこの取れ方はすごいんじゃないかなと思います。興味ある方は是非、まあ、チェックしてみてください。大きさはね、まあ、ここまで大きくなくてもいいかもしれない。うん、すぐに取れたので。まあ、何回かこう濡らしてやるので、小さめの方でもまあいいかなって思います。はい、まあ大きいやつだったらいろんな面、まあ綺麗な面がずっと使えるので、そんなに何回もお湯で絞らなくてもいいかなと、まあそこら辺ですかね。はい、というわけでこれが私の簡単だったんですけどもアフタースパのレビュー動画になります。いかがだったでしょうか。もし気に入っていただければチャンネル登録の方よろしくお願いします。Alright, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!